おはようございます。4月8日月曜日の朝です。昨日は午後久しぶりに太陽が出て気温が上がって桜が満開で、とても人がたくさんこの周りにも出ていました。今週もゆっくりと始めていきましょう。仰向けになってください。床に体を預けてください。呼吸に気持ちを向けてください。呼吸で体はどう動いていますか？背中と床との接地面は呼吸でどう変化するでしょうか？肩甲骨はクリアに感じられますか？呼吸をするときに肩甲骨と床との接地面はどう感じられるでしょう？右の肩甲骨、左の肩甲骨、その真ん中を通る背骨ですね。その位置や上下関係はどう感じますか？ではその肩甲骨あたりをもぞもぞ動かしてください。そしてその肩甲骨と肩甲骨の間にある背骨、どんな動きがありますか？では頭を左右に傾けてください。頭の動きをやめて両膝を立ててください。そして両手は天井に持ち上げて、手のひらを合わせて指を組んでください。はい。先週この体勢でいろいろ動きましたけれども、まあ、一番コメントをいただいたのは、頭をどうするか問題ですね。頭を床から浮かせるのか、いや、頭重いので、とっても床からは浮きません。頭重いから床から浮かえないのはいいんですけれども、なぜ頭が重くて床から浮かないんでしょう。この頭、まあボーリングのボールみたいな、そのぐらいの重さがあると思うんですけれども、この頭をこの首、細い首、そしてこの鼻からずっと尾低骨までつながっている背骨のうちのこの上の部分、7つの椎骨、これだけで首で頭をなんとかしようというところにかなり無理があるんですね。ですからこの上の7つだけではなくて、全体上から下まで24個背骨グループですね、このグループで頭問題を考えてみたいと思うんですね。で、この動きです。で、優しく優しくこの指先が天井に近づいたり戻ったり。この動きやりましたよね。ずっと天井に近づいていく。で、ゆっくりと戻ります。この時に背中では何が起きているでしょう。肩は床から浮いていきますね。肩が浮いていくと肩甲骨は必ず動いていますね。肩甲骨と肩甲骨、あばらの上でどう動いているでしょう。そしてその肩甲骨と肩甲骨の間にある背骨、
背骨を思い浮かべてください。背骨は床に強くついていくでしょうか。両手が天井に近づくとき、どこが床を押していますか。この背骨の押している部分、床を押している部分に気持ちを向けながら、その背骨が床を押している隙にですね、隙にってどうでしょう、押しているその動きを借りて、この背骨の先端を床からふわっと浮かせてゆっくり戻ります。頭を持ち上げようとせずに、背骨の先端がこの胸の裏あたりで床を押すことによって、背骨の先端は自然と床から浮いていきませんか。そこに重い頭が乗っかってるわけですけど、持ち上げると言わずにですね、ふわっと浮かせる、浮いてきませんか。1ミリでも5ミリでも、この背骨が床を押すことによって、頭がふわっと浮いてきて、そして戻るときもゆっくり頭と背中が床に戻っていきます。大きく持ち上げようとせずに、床から頭が浮く瞬間に気持ちを向けてください。では一旦ゆっくり手と足を床に預けて休んでください。頭が床についている感じ、肩、背中、肩甲骨あたりと床との関係はどうでしょう。最初と比べて何か変化があったでしょうか。もう一度両膝を立てて同じような体勢をとってください。でゆっくり優しく、この指先が天井に近づいたり戻ったり、この動きで背中の動きを確認したら、背骨全体にはどんな動きがあるでしょう。尾てい骨、一番下の先端とこの一番上にはどんな動きがあるでしょう。両センターは床から浮いていって、この真ん中が床に、この背骨の動きを観察してください。そして少しこの指先を天井に近づけながら、少し足元の方に動かして、ゆっくりまた力を抜きます。そうすると、さらに頭が
浮きやすくなりませんか？頭を持ち上げようとせずに、この背骨の先端が浮いてくると想像してください。この時にこの尾骶骨も一緒に床から浮かせてみてください。そうするとさらに背中の真ん中部分が床を強く押すことによって、より頭が床から浮きやすくなるでしょうか。どうですか。はい、ではゆっくりと手を下ろして、両手両足を床に預けてください。呼吸を楽にしてください。今日最初に仰向けになった時と比べて、肩甲骨の感じ、肩甲骨、背骨、肩甲骨、この関係が少しはっきり感じられるでしょうか。肩甲骨もぞもぞ動かしてください。この動きが体全体にはどのくらい影響がありますか？頭も力を抜いてこの動きに任せてください。はい、ではゆっくり動きをやめて、頭を左右に傾けてください。はい、では起き上がってください。はい、頭が重い問題に取り組んでいますけれども、いかがでしょうか。頭は首で動かすものではなくて、この長い背骨全体として取り組んでいきましょう。では今週も良い一週間にしましょうね。いってらっしゃい。